事件は2014年9月21日、アメリカ東部のニュージャージー州で発生。大学生のパテルさんは動物が好きで、野生動物の写真やビデオを撮影するのが趣味でした。パテルさんは友人の車に乗り、ニュージャージー州のアプシャワ自然保護区へ出発。自然保護区では珍しい野生動物の写真を撮影するために友人3人とハイキングを行う予定でした。4人が訪れた保護区は一般公開されている地域で、釣りやハイキングなどのアウトドアレジャーが許可されています。4人は車で保護区に入り、森の中の道を走行。車の速度を落とし、車内からゆっくりと保護区の様子を観察します。するとある地点で、車の数十メートル後方で黒い大きな塊が動くのを目にした4人。そこにはこの区域に生息するアメリカクロクマがいました。アメリカクロクマは体長約 1.5 メートルから2メートル弱ほど、体重は200キロを超える個体が多い種類です。草の根や果実、木の実などを好み、クマのプーさんやテディベアのモデルとしても知られており、北アメリカで親しまれている国民的なクマの一種です。その一方、保護区内で発見されるアメリカクロクマは、ハイカーやトレッキング中の人を追い回したりする姿がたびたび目撃されており、自治体が日頃から注意喚起をしていた動物でもあります。しかしパテルさんたちは間近で目にしたアメリカクロクマに興味を持ち、クマの姿を写真に収めようと車を降りて森に入ってしまいます。そしてデジタルカメラや携帯電話をクマに向け撮影を開始。するとクマはパテルさんたちの存在に気づき、少しずつ近づいてきました。その様子にパテルさんたちは写真を撮りつつも後ずさりを始め、徐々に車の方へ戻ろうとします。しかし突然、クマが予想外な素早い動きでパテルさんたちの元に走り出し、4人はパニックを起こしてクモの子を散らすように逃げ出します。パテルさんもクマと反対方向に全速力で走ろうとしましたが、倒れ気に足が引っかかり、靴が片方脱げて転倒。他の3人の友人は倒れているパテルさんの姿を見て戸惑いますが、パテルさんはいいからそのまま走れと大声で叫びます。3人はその声を聞き、車を目指して走り続けました。そして間もなくクマはパテルさんに追いつき、彼の体に覆いかぶさると、その鋭い牙で頭を攻撃。逃げた3人は後方から聞こえるパテルさんの悲鳴に恐怖し、振り返ることができなかったそうです。3人は何とか車にたどり着き、携帯電話で警察に通報しながら大急ぎで森を脱出。この事件により保護区は一時的に閉鎖され、通報を受けた地元警察はすぐに捜索隊を組織し、大規模な捜索を開始します。するとトレッキングコース近くの渓谷の底で男性の遺体を発見。遺体の発見場所のすぐ近くで体長2メートルほどのアメリカクロクマも見つかります。そのクロクマは遺体の周囲をぐるぐると回り、自分の獲物を守るかのように周囲を警戒していました。捜索隊の警官2名はクマを発見したことを本部に報告し、クマは武装した警察のショットガンで速やかに処分されました。その後、クロクマと男性の遺体は警察署に運ばれ、解剖が行われます。発見された遺体は外見では身元がわからないほど変わり果てた姿になっていましたが、服装や持ち物などからパテルさんだと特定。クマ体内からはパテルさんが事件当時着用していたシャツ、ズボンの繊維、毛髪や臓器、皮膚組織などが発見され、このクマがパテルさんを襲撃し捕食したことは間違いありませんでした。さらにパテルさんが保護区で使用していた携帯電話からは、襲撃に遭う直前に撮影したと思われるアメリカクロクマの写真が残っており、亡くなる数秒前に撮影された写真として国内外で取り上げられました。アメリカクロクマはその存在自体が非常に有名で、保護区に生息していることも周知の事実です。しかしこれまでアメリカクロクマが人に襲いかかるという事件は発生しておらず、今回の事件がニュージャージー州において初めてのアメリカクロクマによる襲撃事件となりました。事件の原因はクマに興味本位で接近しすぎてしまった被害者の過失が大きかったとも言われています。アメリカクロクマは本来植物を食べる傾向の強い雑食性で、動物を積極的に食べることは非常に少ない動物です。加えて臆病な性格なので、基本的には人を恐れて近づいてくることもありません。しかし一方で学習能力があり、一度人間に慣れてしまうと興味を持って接近してくるという性質を持ちます。
保護区内には普段からトレッキングで森に入る人が多くいるため、今回の事件を起こしたアメリカクロクマは人に慣れていた可能性が高いと考えられます。ご視聴いただきありがとうございました。